アルヒの学韓国皆さんこんこにちはクロマイネキでーす今ですね、ま、緊急で動画を回してるんですけど、はい、私の今左手にはスーツケースがあります。なんでスーツケースがあるんだって思われる方いると思うんですけど、私今、この韓国の 家から撮影してるんですけど実は今日ですね、私は日本に帰ります。まあ普段通り楽器が今週で、今学期が終了したので、まあ一時的にその一時帰国かって思われるかと思うんですけど、実はですね、来学期は2週間後に始まるんですけど、次のその冬学期は一旦学校に進学しないで、ちょっと ま、韓国から一旦離れてみようかなっていう風に今考えています。で、えー、と、二つ理由がありまして、まず一つ目は、ちょっと韓国の冬が本当に苦手。まあ、本当に寒くて、私もともとカナダに住んでたのもあって、冬というか寒い気候は特に問題なかったと思うんですけど、去年も私今頃韓国にいたんですけど、ちょっと寒くて本当に <laughs>、 苦手で、まあなんか寒いっていう理由も一つなんですけど、もう一つの理由としては、二つ目は、今後、その今私は韓国の大学の語学堂に通ってるんですけど、まあ今後どういう風に、<laughs> 進路を考えていくかっていうのも、ちょっと一回、まあ、本来であれば4学期通して私は1年間語学堂に通おうと思っていたんですけど、一旦冬学期はお休みして、今後、来年以降の進路であったりとかを考え直す時間に次の学期はしたいなということで、一旦韓国を離れます。今後のプランなんですけど、日本に、えっ、ー、と、ほとんどいることになるのかなちょっと旅行もしようかなと思ってるんですけど、あと、学食のショートに関しては、 まあ、あの、ストック分があるので、そちらを、まあ、アップロードするような形になると思います。で、えー、と、韓国も、まあ、来年1月とか、ちょっと帰ってきたりとか、あの、行ったり来たりみたいな生活にしようかなって思ってるんですけど、一旦学業はちょっと離れて、まあ、今後の、ちょっとキャリア、キャリアっていうのかななんかあの、ライフプランを見つめ直してみたいなっていうふうに思ったので、まあ、そういった決断をしました。 ちょうど今学期で、すごい仲良くしていたインドネシアの友達だったりとか、ロシアの友達もみんな、あの、まあ、故郷に帰ってしまうっていうことで、いいタイミングかなっていうのと、ちょっと日本を、 一旦ベースにして考えてみようと思います。ただまた春学期からは、来楽器分をちょっと春学期に移させていただいたので、もう一回戻ってくることになると思うんですけど、また春学期終わってその先のまあ進路をまあ今後どうしていこうかなっていう、一 YouTuber として今後どういう可能性があるのかなっていうところも踏まえて、ちょっとこれから はい、準備していきたいと思います。ちょっとね、無駄な3ヶ月にならないようにしたいんですけど、なので、これからちょっと一旦日本に帰るんですけど、ちょっと皆さんからいろいろリクエスト受けてた、まあ、スキンケアであったりとかも、もう今までは結構韓国生活に特化したものばっかり上げてたんですけど、ちょっとスキンケアであったりとか、まあ、更新頻度もまた、学業がない分、もうちょっと上げていけたらな、っていうふうに考えているので、黒米ネキ、まあ、学食、韓国生活、学校生活に限らない、まあ、黒ネキ、 マイネキも楽しんでいいただけたらなっていう風に思っていますそうですねはいそちらが報告内容になります本当はちょっと今日今ゲットレディーウィズミーしながらスキンケアやりながら回したかったんですけど気づいたらもう空港に向かわないといけないような時間になっているので今日は すいません。もうただただ喋ってる内容になるんですけど、この1年振り返ってみて、えー、と、まあ、今年の2月いっぱいで仕事を辞めて、3月から、えー、と、韓国生活が始まってですね、まあ、サバティカルイヤーっていう風に考えたので、まあ、1年の生活で自分の貯金で生活していってっていう、まあ、その YouTube がね、1万人いけばなっていう風に考えたんですけど、まあ、想像以上にその YouTube が伸びて、この先のなんか進路どうしようっていうところで、登録者数が伸びながら私のちょっと成長が追いついてないなっていう風に気づいたので、ちょっとこれから、まあ、ま、 どういうういいいいいももののを上げてててててくか,のかっっっ考えていける時間にしたいなって思ってます今回こういった報告動画上げてるんですけど、まあね、ちょっと私のその Vlog って結構時差があるので、あのまだ T シャツ着てたりとかする Vlog もこんな真冬なのに上がってるかと思うんですけど、その Vlog に関しては継続してあげていってですね、ただみんなと仲良くしてた Vlog が終わった後は、なんか ちょっと多分日本の Vlog になってると思いますし、旅行してるような Vlog になってるかと思うんですけど、一旦ちょっと進路を考えるような時間にしたいと思います。いつも応援してくださり本当にありがとうございます。たくさん DM であったりとか、もう皆さんから毎日応援メッセージとかいただいて本当にありがたいです。ちょっとこれからは、まあ、スキンケアもですし、なんかいろんな分野にも手を出していけるようになっていきたいなって思います。あ以上で報告動画となります。 はい。これからもぜひ、あのー、韓国文化もそうですし、まあいろんな分野。<laughs> 何も何言ってるのかわからない。じゃあまあこんな感じで、じゃあ空港に向かいたいと思いますので、以上、えー、と、背景が今後は変わって、あの動画が回るかと思いますので、ぜひそちらも期待していただければと思います。はい。では。